ソニックブーム。どうも、ロボチューバーのアンペロボルタです。前回の動画でお話ししましたが、今回の世代のロボには物体検知用に超音波センサーを搭載したいと思います。と言っても、超音波センサーって今まで使ったことがないんですよね。ということで、今回は超音波センサーについて実験します。今回使うのは HCSR04 ってセンサーです。秋月で300円でした。お手頃価格。このセンサーについて調べてみると、2センチから400センチまで測定可能で、動作は、まずトリガー信号を入れると送信機から超音波パルスが出力されます。その超音波が物体に当たって跳ね返って受信機で受けるんですが、受信するまでの間、エコー端子の出力が1になっているので、その時間を測定します。で、その時間は往復の時間なので、半分にして音速をかければ距離が出ます。ただ、音速は温度の影響を受けるみたいで、この式で計算できます。なので精度を上げようとすると物体までの間の温度を測る必要がありそうですが、今回の用途だとそんなに精度はいらないのでどっちでもいいかなと。で、早速実験。センサーからの距離が分かるように定規を置いて物体の位置を変えていくと、おお、ちゃんと測れてる。ちなみに温度は30度としてたんですが、ラズベリーパイに温度センサーがついているので、それを使って温度を反映してみると、あまり変わらない。というのも、音速の式からもわかるんですが、温度が10度変わっても6メーターパーセカンドしか変わらないので、1メートルの距離でやっと2センチ誤差が出るか、くらいですね。あと、ここの温度センサーは精度が微妙っぽいのと、実際は音が伝わる部分の温度を測る必要があるので、とりあえずは一定位置でいいかな。ということで、このセンサーをロボに装着して、物体が10センチまで近づいたらお座りするようにプログラミングしました。じゃあ、行きます。おお。え、あ、ちょ。いや、奥の背が低かった。気を取り直して。おお。おお。ちゃんとお座りした。久々にうまくいった気がする。最終的にはロボが体を振って物体を探すようにしたいな。というところで、今回の動画は以上。ご視聴、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは。